時が滲む噂は、唯一の小説。中国民主化勢力の青春と挫折がテーマ。民主化運動に加わった、理想に燃える二人の中国の大学生が1989年の天安門事件で挫折するまでと、その後の北京五輪前夜までの人生の苦悩や愛観を通して、成長していく様を描いた小説。2008年、第139回。 アク川賞受賞。高校時代からの親友である、両公園と社史教は、1988年に、同じ名門の新刊大学に入学する。まだ若い大学教授である、官両巣や多くの学生たちと議論を重ねるうちに、愛国や民主化、アメリカといったことを深くに考えるようになり、民主化運動に参加する。民主化運動が、武力により封殺された直後、 二人は、運動を侮辱した労働者たちと抗論の末乱闘を、起こし障害罪と、器物損壊罪で3ヶ月の公約となり、大学から退学処分を下される。学生を指導したシノゲスは外国へ亡命し、女性学生リーダーであるシロエイロは、行方不明となる。結婚後、日本へ渡り、民主化運動を続けていた、両公園は、約10年後、 三人と日本で再会する。文中には、テレサテンの歌が甘い青春のシンボルとして、民主化運動の挫折のシンボルとして、小崎豊のアイラビューが、要所要所に、効果的に散りばめられている。文学界2008年6月号。ありがとうございます。